そばの実のカーシャカーシャは、スラブ諸語におけるカユの故障。イネカの穀物や豆類などを、水、ブイヨン、牛乳などで柔らかく煮た、東欧の代表的な家庭料理である。ウクライナ、モルドバ、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、リトアニア、ラトビア、ロシア、そして、ウクライナ系やポーランド系の人口が多いカナダなどで食べられる。ウクライナのクルチェヌイクイと。 そばの実のカーシャ米、キビ、小麦のカーシャなどがあるが、最も人気のあるのが、そばの実のカーシャである。そばの実は、粗引きか、引き割りにして使用する。輸入品の米や、普通の小麦と比較すると高価なデューラム小麦で作る。セモリナのカーシャは、農村部よりも都市部で食べられた。ウクライナでは、母は、そばの実のカーシャ、父は、 ライ麦のパンということわざが物語っているように、蕎麦の実のカーシャは最も一般的なカーシャである。キビのカーシャは全国的に食べられているが、蕎麦の実のカーシャほどの人気はない。また、ウクライナ中でカーシャの素材には地域差が見られる。例えば、トウモロコシのカーシャは、ポジーリア地方、ガリツヤ地方とカルパティア山脈の地域で一般的なもので、 炎爆のカーシャはスラブ人の故郷と称されるポリーシャ地方とボルイーニ地方で好まれ大麦のカーシャはサガンウクライナで食されている小麦のカーシャも存在するが小麦はパン作り用の小麦粉にされるので普段はあまり食べられていないさらにウクライナ全国でカーシャを美味しくするために牛乳、バター、サーロ、砂糖などを加える習慣があるロシアではシチーと カーシャ、日々の糧ということざがあり、ロシア人にとってのカーシャとシチーが、日本人にとっての飯と味噌汁のような関係にあることを表している。昼食には、熱い牛乳と混ぜて、マローチ縫いスープにし、バターと好みで砂糖を入れて食べる。ピロジュキやピロークのフィリングにも使用する。ソビエト連邦の反対政策家、アレクサンドル・ソルジェニーチンの代表作の一つ、 イワン・デニー・ソビッチの1日に、国分やキビのカーシャが登場する。アメリカ合衆国では、東欧ユダヤ系の蕎麦の実の料理として知られている。ひきわりの蕎麦の身をセロリ、玉ねぎ、卵などと炒めてからスープで炊いたピラフ風の料理である。蝶ネクタイ型のパスタが入ると、カーシャバーニッシュケスと呼ばれる。クニッシュのフィリングの一つでもある。ありがとうございます。